はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験、年中時代にできていなければいけないことです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ね、今年少さんのお子様にとってはね、これからねの時期だし、今年中さんの子たちは残りの数ヶ月どう過ごすかって話にもなりますけどね。そうですよね、はい、もうそろそろ、うん、まあ、11月から、まあ、よその教室だと新年長ということになるんですけど、ええ、まあ、私たちは全部年長が片付いた暁に次の学年が上がるっていうことになってるから、まだまだなんですけれどもでもやっぱり我々の中にはそろそろまとめには入ってきてるんですけど、まずね、私たちが年中を迎えるにあたって、まあ、新年長として、はい、で12月に冬季講習っていうのをやるんですよ、はい、でその冬季講習は、まあ、グループでもいいし、まあ、うまく時間が合わなければ個別でもいいし、うんうん、って結構だらだら1月2月までやってるんですよ、冬季講習って4回なんですけど、はい、全員集まって一緒にやるよって感じじゃないですかね。そう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 、だけどその冬季講習で紐結びをするわけでもないし、鏡をやるわけでもないし、分割をやるわけでもないと。ただひたすらじゃあ何をやるかって言ったら、はい、でしょう、まずクレヨンの16色ですかね、はい、16色のクレヨンの名前を全て覚えると。それがまたね、不思議なんですけど、よく自分のお子さん見ると、赤を取ってくださいとかね、ネズミ色を取ってくださいとか言ったら遅いんですよ。なんで遅いかと思ったら、こうクレヨンぐるぐる回して字が書いてありますよね、緑とかね。そう、あれを見て取るんです、はい、うん、でもそれって色じゃ判別できないってこと。そう、うん、でまあ年中のね、もうまだ最初の頃なら、まあ、でも字も読めないからそれもできないんですけど、読める子はそうやっちゃうと、もう一歩も二歩もクレヨン取るの遅くなるんですよ。だから反射的にもう灰色とかね、うん、言われた色がパッと。だからどうするかって言ったら、クレヨンからの箱から全部出して、灰色、桃色、黄土色、黄色ってどん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 子供に入れさせます。そういうことをしながら、まず色を確実に覚えると。色チェックって前やってますもんね、 YouTube でもね、はい、でもうちの子は色は分かるわとかって、教えなくても分かるのよって言うけど、うん、はい、その中には非常に勘違いしてる色もあったりするから、そういうのを再度チェックするとかね、はい、うんうん、あとは何をするんでしょう。あとは年中の先生も言ってるんですけれども、はい、話を聞く。あ、一番大事な。そうだから、例えば答えが分かってたとしますよね、はい、先生の言われた問題で答えが分かったとする、はい、でも分かったから、例えばそれが3個だって分かったら、3っていう数字は書かないんですよ、うんうんうん、ね、3用数字は使わない。そう、うん、まずそれが一つでしょ、はい、でも書いておくんですよ、うんうん、3とかで、それを丸で書かなきゃいけない、うんうん、そうなるとまた場所も指定されてるんですよ、はい、の絵の下のすぐの下の四角とか、いちごのところの横の四角とか、その答えをどこに書かなきゃいけないかっていうことがわからないと、どんなに計算ができても、どんなに上手にできても、指示された場所がわからなければどうしようもない。そうですね、うん、意外と聞いてないことありますもんね。そうなんですよ。問題言ってる最初は鉛筆を持っちゃいけませんよとか言って思ったのかね。そう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 、そういう細かいところも話してるとか、やっぱり本当にケアレスミスをしたりとかね、うんうん、やっぱり年中の時代からケアレスミスはしてほしくないなっていう。そうです、うん、まだ簡単ですね、指示もね。そう、うん、だから人の話を聞くっていうこと一番大事だ。それからやっぱり前も言ったように、こう難しい問題でも何でもこう自分で取り組む姿勢、うん、先生から何か言われたらすぐにちゃんとお答えも返すとか、まあ、本当にその普通のルールじゃないけど、こっちが右の人が話したら左の人が話す、右が話す、左が話すっていう、そういうやっぱり言葉のキャッチボールみたいなものもできなきゃいけない。そうですね、うん、そのあたりまだ焦らずね、欲張らず。だからよくもうね、入会したらすぐにね、あれもやってください、はい、これもやってください、うん、鏡もやってください、これは年長の予習になります。もうまず、ね、小さすぎて予習なんかできないんですよ、はい、自分の頭が狭いから、うんうんうん、だからまずやったことと、はい、あとやっぱり人の話を聞いて、
理解できないと何にも始まらないんですよ、うん、だからそれはペーパー上だけじゃなくて普段のこの生活の中から、例えばパズルとか、はい、うちの子パズルできるんですよって言ったってパズルをしてる間に会話はないですよね、うんうんうん、だそういう勉強法はダメだっていうことな、会話がそこに成り立っているっていうのが必要かと思います、はい、やっぱり知識に偏らずバランスよくやっていきましょうということですね。そうです、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。また面接特訓も、同じく現在受付中です。外部の幼児教室通っている方、またご家庭で小学校受験の準備をされている方、ご活用することができます。小学校受験の面接、10月もね、いろんな学校で多く行われると思うんですけれども、お父さんだけの練習、お母さんだけの練習、お子様だけの練習はもちろんのこと、家族皆さんでね、本番を想定した実践的な練習をすることもできます。今言ったように様々な方法利用できますので、ご興味ある方はぜひお問い合わせください。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験をはじめとして様々なテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエストも大歓迎です。YouTube へのコメント、メール、Twitter への DM など何でも OK です。アカウント名などの特定が気になる方はメールなどをご活用いただければと思います。またチャンネル登録、高評価もお願いします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。